一方、オーストラリア。こちらは平均年収が712万円。しかも、普通は共働きけなので、平均世帯収入は1424万円です。これだけ高所得でありながら、貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアの標準、デフォルトです。そんなオーストラリア人は、スイスを抜いて世界一の金持ちになりました。ヤフー知 o ちびえ袋にもこのように、 オーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんでしょうというようなね、え、質問があります。この方は、半年しかまだオーストラリアにいないようですけど、ほとんどの家にキャラバンがあると。キャラバンはないと思うんですけど、これキャンピングカーがあるということをおっしゃりたいんだと思います。その他にも自転車が何台もあったり、楽器がたくさんあったり、プールがあったり、グルージングを持っていたり。グルージングこれはね、おそらくクルーザーを言ってんだと思います。まあね、残念ながら、 日本人、標準的な日本人だとね、キャンピングカーもクルーザーも縁がないんで、その名称すら知らないという、悲しい事実がこの質問文からも読み取れます。ちなみに私がよくお邪魔する家は、教員がいるファミリーなので、ただ単に教職の給料高いってことでしょうか。したら、オーストラリアの教職の給料ってなんぼですかと。オーストラリアに詳しい方をし、教えてくださいと。まあ、お教えすると先ほどのようにね、平均所得。で、オーストラリアってね、 例えば日本だと給料が安い仕事、飲食業とかね、あとだサービス業、飲食業以外のサービス業とか清掃業とかね、コンビニのライトの店員とか、スーパーのレジ売ってる人とか、そういう方でも所得が高いというのが、ね、特徴です。だから、職業によってその所得がすごい高かったり、すごい低かったりってあんまりないですね。 まあ一部のね、えー、投資家みたいな仕事とか、あるいはね、えー、従業員が、ねえー、何百人もいるような会社の、えー、マネージャークラスは、まあ、多少給料は高いですけど、まあそれにしても、まあ、えー、そんな劇的に高いわけじゃない。 だけど、えー、所得の低い人もいない。ないしろ最低所得というのは決められててね、平均所得に、えー、ちょっと減ったぐらいの最低所得決まってますんで、どんな仕事やってる人でも普通に働いてるんだったら、えー、年収5、600万をもらってると。ね。日本の、えー、高い方のね、えー、平均年収よりも最低賃金の方が高いと。しかも飛ぶ働きです。まあ、こんなオーストラリア人、ね。 ま、日本人にはもう想像がつかないぐらい所得が高くて金遣いが荒いです。しかも、そのオーストラリア人の仕事ぶりが舐めてます、ね。人は苦労して稼いだ金は大切にするが、楽に稼いだ金は浪費すると。まあ、人は平等ではありません。生まれた場所と時間によって楽して楽しく暮らせたり、まあ、苦労しても儲かれなかったりします。 その仕事っぷりの一例。これ、オーストラリアでね、働いてる。日本でも働いてることがある。えー、アメリカでも働いたことがある方のね、えー、a c e b o o k の記事ですけど。某 OG 企業のお客様のところで打ち合わせ。途中、先方の担当者、担当者の中の一人から、すみません。今からフェリーに乗って帰りますので、先に失礼します。と言って帰りました。時計を見たら、また、まだ、16時半、4時半で。 これがオーストラリアです。まあ、これがオーストラリアですってことですね。オーストラリア人の仕事スタイル。まあ、日本で働いてた。そしてアメリカでも働いていた、えー、ケンさんには、ちょっと、たまにオーストラリア、ね、すごいねというか、飽きれるねということがね、あるんですけど、まあ、オーストラリアにも慣れた方なんでね。うん、ま、これオーストラリアし,しゃーないね、ということで働いてます。こんなのね、普通にあります。それからね、オーストラリア人は土日働きません。 ね。これね、働かせるとすごい給料高い。2倍、2.5倍。ね、深夜が入るとね、もっと高いとか、え、あるいはそもそもね、え、その残業がたくさん働かせちゃいけないとか、そういう決まりがね、いろいろあります。それ破るとね、えー、厳しい罰金かかります。ね。だから、もう、働かせない。人件費の高くなる夜間とかね、土日は働かせない。というのもあります。だからね、 この線路の補修点検とかね、えー、修理とかも、日本だと、ね、電車止まってる夜間とか早朝とかね、にやりますけど、オーストラリアの場合はもうね、平日の昼間に普通にやってるというのがよくあります。また、これはね、えー、マジかよと、ね、ネタだろうと、日本人だったら思うような出来事ですけど、えー、オーストラリアおよびそのね、名手国であるイギリス。 これ当たり前なんですけど、まあ、そんなに給料もらってないからそこまでは私はやりませんというのがね、普通の働くスタイルです。これはイギリスのね、360円の盗難事件があった時に、警報が鳴ったんだけどね、警備員はドアは閉まってますねということを確認して中は見なかったと。でなんで中見なかったんですかと言われた時に、そんなね、ドアが閉まってるのを確認したら、その先ね、犯人がいて危ないかもしれない中を、 えー、開けて調べるような給料はもらってませんということです。で、これね、えー、他の人の仕事をやらないというのもありまして、これね、他の人の仕事をやるのは親切じゃなくてね、その人の仕事を取っちゃうというね、やっちゃいけないことになってます。だからね、オーストラリアの場合、まあ、子供が熱を出したり、本人が体調を崩せば気楽に休みます。日本みたいに無理して出るなんて人はいない。それ、逆に迷惑だしね、誰もそんなもん評価しません。 そして、休んでも職場の誰も困りません。日本だと迷惑かけちゃったとか言いますけど、誰も困りません。なぜなら、休んだ人の仕事を代わりの誰かがやるという仕組みはないからです。あまあ、そう考えるとね、えー、そのサービスを使うお客さんはちょっと困るかもしれないですけど、まあ、それはお互い様なんであんま気にしません。まあ、日本では少しでもオーストラリアの真似をしたら、会社八部、退職勧告、いじめ、まあ、ひどいことになりますよね。えー、休んでね、えー 会社出てこない。な、なんで休んだんですかって言ったらね、朝起きたら、子供が熱があった。6度9分みたいなね、感じで休んじゃいますからね。まあ、あるいはね、休んで、休んだ人の分、これこれやっといて。いや、それは私の仕事じゃないんでやりません。用があるんで帰ります。日本じゃできること、できるわけないですね。しかも、 オーストラリアがなんでそういうことができるかというと、この働く権利がね、国や州政府、あるいは会社や業界組合によって守られています、ね。どこにでも駆け込めばその罰金かけたり会社にね、交渉するところがあります。会社の組合がなくたってその職種別の組合がありますんでね、もう、いくらでももう労働者すごい強いというね、状況です。まあ、日本の社畜の皆さんから見たら、ままごとみたいな仕事ぶりでも、 ま、日本の社畜の皆さんの何倍もの給料がもらえます。だから、オーストラリア人はもらった給料を景気よく使い切ってしまうのです。そんな日本には儲かる商品がいくらいでもあります。ね。何しよう。昔から30年前から給料はほぼ上がってない。物価も変わってない。ねえー、オーストラリアはここ30年で物価はもう数倍。 ね、不動産だと都市部の不動産は、えー、10倍以上に上がってるわけですから、まあ普通に持ってきゃね、えー、昔は高かったの、昔安かったのにねっていうような感覚でオーストラリアは、まあ、ええー、売れます。例えば100円ショップダイソーの商品でも何倍もの値段で売れています。ね、くっきり二重まびたにするアイテープ。これ13倍、ね、1307円で売れてる。 粘土。これが5倍。あるいは10倍。または3倍で売れてます。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。また、ベイブレード。このベイブレードのコマ。1328円のベイブレードのコマが3776円。3倍で売れてます。さらに、アマゾンで売れてる商品だけじゃなくてね。 オーストラリアでどんな商品が高く売れてるのか、これを見るのはね、eBay を見ると結構チェックしやすいです。というのは Amazon、あまりにも始まったばかりなんでね、あんまりその売れてる事例が探しにくいというのがあります。eBay を見ると電子じゃー高く売れてます。31,689円の電子ジャー1.9倍、59,507円で売れてます。 また別な電子ジャ五15,230円の電子ジャーが2.1倍、32,014円で売れてます。またまた電子ーね、え、こちら業務用、25,490円の電子ジャーが51,986円で売れてると。さらに、まあ、ヘアアイロン、ね、2六6 9円で売ってるものが2.8倍、6,867円。ソニーのワイヤレスコントローラー、 8500円で仕入れたものが15122円。コピック。こちらは8849円で仕入れたものが14817円。また、プラモデル。タミヤのミカサ。7708円で仕入れたものが14786円。ドカティのパーツ。1600円で仕入れて9069円。プラモデルのドカティのパーツですね。 それから家庭用ホームスター、家庭用プラネタリウムのホームスター、8335円のものが14181円, 14, 円。さらにお菓子、ジャガポックル、6個入り、5990円のが11789円と。あるいは最近人気のジャパニーズウイスキー、4320円のものが12359円と。 このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス。オーストラリアのアマゾンはまだ始まったばかり。初心者はライバルのいない今のうちに始めるのがチャンスを逃さないコツです。2018年6月19日、まあ、去年の6月19日ですね、プライムサービスが開始されました。それから去年の9月にシドニー物流センターが稼働しました。 まあ、やっとまあね、え、最近、え、本を仕入れて、え、来たなというような感じ。まあ、これからどんどん稼ぎ,やす稼ぎやすくなります。そして今回のオーストラリアアマゾン輸出マニュアル。わからないことは気楽に聞けば解決するサポートがついてます。だから初心者でも半年で稼ぐスキルが身につきます。こちらは、ね、半年で稼ぐスキルを身につけた方が、その後もアメリカのアマゾン、 ね、稼いでますその売り上げです。30日で34,454ドル。あるいは22,157ドル。1539ドル。7,669ドル。6,828ドルと。ね、もう全然もう副業で始めたというのはね、えー、考えられないぐらいの売り上げです。副業で始めて本業にした方もいらっしゃいます。例えばね。 大体いい利益率はこれ3割ぐらいなんですんで、一番多かった3万ドル超えてる方は380万ぐらいの売り上げ。だから月間利益は120万ぐらいという感じです。そのサポートの内容です。まずマニュアルをメルマガで配信します。そのマニュアルの内容ですけど、アカウント登録。 銀行口座開設そして Amazon の、えー、セラー口座。販売する口座ができました。で続いて NG 商品、ね。扱っちゃいけない商品をお知らせします。ですから NG 商品を避けて、えー、商品を出品していってください。まあ、日本には儲かる商品はいくらでもありますんで NG 商品を避けて、えー、どんどん出品していけば儲かる商品は見つかります。またこの NG 商品厄介なのがね、今まで えー、問題なかったのがいつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのにいつの間にか OK になる商品もあります。まあ、私のもとにはこれらの情報が集まりますので、変化があり次第会員の皆様にお知らせしています。これはメルマガでお知らせしています。さらに、ね、購入者からの問い合わせに対する対応と。日本の常識は世界の非常識。Amazon の常識は世界の非常識と。Amazon で生き残るためにはコツがありますので、 アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。そして当然オーストラリアアマゾンですから英語でえ質問やらね、報告やらえなんか来ますけど、英語できなくても大丈夫です。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。また、アマゾンからの問い合わせに対する対応。ね、購入者からの対応とアマゾンからの問い合わせに対する対応ということでね。 同じようにも日本の常識は世界の非常識、Amazon の常識は世界の非常識というのがあります。Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応,方法対応方法をサポートします。こちらも同じく、英語ができなくても大丈夫。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。これ逆にね、変に翻訳ソフトを使っちゃったり、 え、すると、翻訳ソフトの制度って悪かったりね、言い回しで誤解しやすいものがあったりしますんで、全くね、反対の答えをしちゃったりとか、やっちゃいけない返事をすることはありますんで、むしろコピペで質問してもらった方が、全然安全です。また、転売経験者の方もね、いらっしゃいます。この中にはね、オーストラリアまずやりたいなと。なんなら最近日本アマゾンじゃ稼げなくなったとか。 アメ,アメリカアマゾンでは稼げなくなったという方もいらっしゃいますこの場合はまあ要注意日本アマゾンとオーストラリアアマゾン同じアマゾンですけど全然違うとアメリカとも同じように違うそして ebay とも違うとこれはね同じ英語を使う外人だしとか言ってねアメリカ人とか、えー、オーストラリア人、えー、日本人と一緒だろうとか日本人と常識で考えたりあるいはね、えー、同じオーストラリア人に売ってて ebay からアマゾンに変わっただけだと いうようなことだと同じような対応しちゃいがちですけど、もう全然、えー、やるべきこと、えー、注意点違います。そんなわけで、えー、オーストラリア、アマゾン輸出に最適な、えー、方法をサポートします。また、アマゾンのシステムは速いペースで進化します。マニュアルと違う画面が出てきたときはお気軽にご質問ください。これらを週3回、月曜、水曜、金曜日のサポートメルマガを配信してサポートします。 マニュアルは週3回のサポートメルマガで配信します。アマゾンではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。また、マニュアルの補足メールリクエスト。 マニュアルでわからないことがあればメールに返信する形でリクエストしてください。画面が違うとか分かりにくいとかいうのがね、ありましたら返信してください。10人に配信して3人以上から質問が出る部分は質問への回答とマニュアルのアップデートをします。